皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回もランダムブースターボリューム4とコバルトドラグーンのパーツを使った 3-on-3 バトルをやっていきます。今回チョメマルはランダムブースターボリューム4のパーツを使って戦います。そして野水渡るがコバルトドラグーンのパーツを使ってバトルしていきます。それじゃ早速やっていきましょう。ショー、シュートポジションを決めるじゃんけんをします。最初はグー、じゃんけんぽい、こっちで。お互いのファーストデイ、せーの、じゃん。ドランマスター 260R、 ブラックシェル 160L、 ファーストバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュ。ブラックシェルに2ポイント。なんでだ、飛ばしたのはバスターだったよね、うん、バスターが飛ばしたけど位置がね、たまたまバスターが穴の場所だったからこんな感じになったね。まあでも勝てたでもやっぱあれだね、ディフェンスというよりはバカバカ飛ばすタイプだったね。そうだね。お互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。コバルトドラグーン 160A、コバルトドレイク 560B、 セカンドバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュ。さあ当たりに行きたいぞ。どっちに走ってる、やったよっしゃー。オーバーフィニッシュ、コバルトドラグーンに2ポイント。綺麗なエクストリームダッシュが決まったね。ただなんか攻撃自体はちょっとソフトタッチだったような感触はあったけれど。お互いのサードベイ、せーの、じゃん。フェニックスウィング 360C、 ティラノビート 960D、 サードバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュ。さあ、ラスト下に行け、危ない、行けよ。いやー、一応やりましたが、もう一発いけるか、伝えろ、伝えてくれ、いいぞ、ナイス。スピンフィニッシュ、ティラノビートに1ポイント。やったぜ。サードバトルでも勝敗が決まらなかったんで、デッキの順番を入れ替えて続きからやっていきたいと思います。お互いのフォースベイ、せーの、じゃん。コバルトドラグーン、ブラックシェル、フォースバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュ。おめでとう、やったー、幸運のイエローだ。ブラックシェルに3ポイント。ということで、この 3-on-3 バトルは、チョメマルの勝利。なんでなんでなんで自滅したよね、一瞬ね。勢いよく自滅しちゃったね。で、戻ってきて、ねえ。ねえ。ねえ。はい、というわけで、3-on-3 バトルやってきましたが、いかがだったでしょうか。いや、なんかね、知らんけど、なんか知らないけど、ブラックシェルね、めちゃめちゃ活躍できました、こっちは。いや、1戦目も4戦目も、両方ともなんか、納得いかない負け方ではあるけれど、まあ4戦目はね、ちょっと、まあ俺のシュートも良くなかったのかもしれないけれど、まさかこんなことになるとは思ってなかったかな。で、ブラックシェルね、チョメマル使った感想なんだけど、強くはないんだけど、やっぱ。軽くてね。でもこいつのそのブレードの形が相手のベイをね、下からすくい上げるようなアタックというか攻撃をするから、相手がね、上に飛んでくんだよね。動画界で何回か回してみて、相手のベイがその
スタジアム外に飛ぶことが何回かあったから、そうね、うん、割と再現性高くその相手を浮かすってことはできたけど、まあそれがねこっちの時に生かされてるかもしれないんだけど、我々の目線ではどっちかというとこっちの方に、そうなんだよね結構あるなと思ったね。だからそういう動きはなんか個人的には面白くて結構好きかなと思った。まあ確かにブラックシェルにしかできない動きかもしれないね、今のところあんまり他はないよね、うん、シャークエッジとかもこう当てて飛んでくみたいな、そうそうそうのもあるけど、直接こう上に向かって飛んでくっていうのが結構頻繁に起こるのはシェルの、まあ、アタック改造というか背の低いシェルの特徴なのかもしれないね、うん、まあ、ただこれ勝ちじゃないからねっていうところはあるんだけどね、まあ、下からすくい上げる攻撃は、うん、この子のいいところかなって思った。まあだからこそ今回のローフラットみたいな改造は結構相性がいいのかもしんないね、うん、でビットのねドットなんだけど、前野水氏がその相手のベインの姿勢を崩したりするのにはいいのかなって言ってたから、自分ちょっとねティラノビートに履かしてみたんだけど、ティラノビートってね意外と相手の姿勢をね崩したりする力もあるからさ、でそこでドットを使ってみたんだけど、まあその効果もあって相手のねフェニックスウィングの姿勢を崩してスピンで勝つことができたかなって思います。でまあコバルトドラグーンを使った野水の感想なんだけど、まあ、今回ねオーバーを取ることはできたんだけど、やっぱりねオーバー取った場面もそうだったけど、強い衝撃というよりはちょっとソフトタッチ、軽めの攻撃で相手をたまたまオーバーできたっていう感じ、そういう印象があって、まあ、やっぱ今回のバトルだけでなく、どっちかっていうとそのアタック力が高い方というよりはそんなにない方かなっていう感じはしちゃったかな。まあ、だから今回アクセルとかそういうの履かせてるのもこう加速して殴りに行った方が強いんじゃないかなと思って、例えばラッシュとか履かせるのもありかなと思ったんだけど、ラッシュでこう試行回数を稼いだとしてもあんまり一撃一撃が強くないから、だったらもう早めにこう加速して殴った方が活かせるんじゃないかなって思っての、まあ、A だったんだけど、まあ、最後はねちょっと自滅してしまったけれども、まあ、ちょっとね悪くはないと思うんだけど、使い道結構難しい感じはしたかな。こう逆走の相手を狩りに行けるかもしれないっていうメリットをうまく生かすっていうのと、まあこれさっきつぶやきさん太郎が対戦前にここでバトルしてて気づいたことなんだけど、結構アタックとそのヘキサとかでバトルするとちょっとずつ回転吸収してたんだよね。うん、してたね。そのロッドとか相手で最後のスピン勝負いいとこまで粘るかって言われたらそんなことはないんだけど、相手がアタックだった時はぶつかった時の衝撃も結構まあ強めにはなるから、そこで吸収してちょこちょこ吸収を重ねていって割と粘るような感じあったね。なんかもう普通の同回転勝負だったら絶対負けてるだろうみたいなところから意外と粘ってドラグーンの勝ちみたいな、ヘキサとかでねドラグーンの勝ちみたいな場面もあったから、その対アタックのディフェンスっぽくでもロッドを飛ばすチャンスもあるよみたいな、そういう運用をしていくっていう考えも持っとくと面白いかもしれないなとは、そのつぶやきさん太郎のカスタマイズを見て思ったね。その対戦前の動画外の話なんですが、吸収だ吸収だ吸収だ、マジかよ。まあただちょっとその単純なブレードではない、単純に強さが分かるグレードではないかなと思いました。でラチェットの260はね、まあ以前の動画から言ってる通りちょっとバーストしやすいっていう欠点があるので、まあ、今回バスターに使いましたが、そうですね、ちょっと個人的にはあんまりガチ対戦とかでは使わないかなっていう印象がありますね。どうしてもやっぱりウィークポイントになってしまうような、まあ、メリットとデメリットを天秤にかけた時に私はちょっとデメリットの方が強いかなって思っちゃいましたね。そして新しいビットのサイクロンなんですが、これも結構個人的には難しいなって感じるところがあって、まあどっちかっていうとやっぱ左回転に使ってしっかり踏ん張るっていう使い方をした方が活かせるのかなっていう感じはしましたね。今回フェニックスウィングに使用しているんですが、まあなんかちょっとウィングに使うんだったら R とか F とか P とかの方がこう活かせるかなっていう感じは、まあそのウィングのブレードの形状にもそこの原因はあるとは思うんですが感じましたね。まあこうやっぱ食いつく、スタジアムに食いつくっていうところが左回転盤の時にはあるので、そこでこう踏ん張るというかアタックをより強く使えるっていうんだったら、まあ左回転で使った方が特徴を活かせるかなっていうふうには感じましたかね。まあそんな感じで新しいコバルトが出たんですが、まあこっちのね
未だに再録がない方のコバルト、コバルトドレイク、レアベイゲットバトルの景品なんですが、まあ今回新しくね、エアロペガサスという新しいレアベイが登場したことで、なんと、コバルトドレイク、レアベイゲットバトルの景品から、一旦なのかわかんないし、戻ってくるかわかんないんだけど、なくなるということで、入手できなかった人は使うこともできなくて、再録もなくて、予備もなくてってこうちょっとモヤモヤする部分はあったと思うんですが、なんと今回入手方法が一旦なくなるっていうのは結構大きい問題というか話かなとは思っちゃいましたね。なんか B4 ストア限定でもいいからなんか再録してほしいよね。こうやってその景品じゃなくなるってことがまあ一般販売するよっていうことだと俺は思ったんですよね、うん、多分ですけど、なんかそんな感じがするので、まあ、コバルトドレイクはもうすぐそのこのメタルコートブルーだったかな、このコバルトドレイクは手に入らないかもしれないけれど、入手しやすくなるような状況になるのかもなとは思ってますね。まあ、次はエアロペガサスというあの空力で、しかも重量も重いらしいので、しかもダブルメタルコートというあの特徴のあるレアベイが出てきて、今度はあいつがどれだけ環境を揺るがすかっていうのも注目したいところですね。まああれがあまりに揺るがしすぎると、またあれをゲットできてないっていうので、ちょっとこう不公平なものが生まれてしまうかもしれませんが、まあでも新しい景品がようやく追加されるっていうのはね、ちょっと個人的にはワクワクするので、そこはいいなと思いました。あとね、ビットとステッカーも新しく景品として追加されるということで、まああれがどの排出率なのかは分かりませんけど、まあ、あのできればヘルズチェーンとかよりは当たりやすくしてほしいんですけど、まあ、ようやくねいろんな人が願っていたビットの単品販売、まあ、今回はねその初期の4つなので、まあ、割と入手しやすいんで、わざわざ単品で欲しいって人もあんまりいないかもしれませんが、ビットの単品販売が、まあ、抽選という形にはなりますが出てきて、そしてステッカーね、ステッカーかなり嬉しい人多いんじゃないかなと思ってて、私は割とそのエアロペガサスを除くと次のレアデイゲットバトルはステッカーが欲しいなって思ってるタイプの人間なんですけれど、ね、ベイをカスタマイズするその中央のフェイスみたいなシートもありますし、こうベイブレード X っていうねタイトルロゴというかマークがついてるシールもあって、それをねケースとかに貼ったりとか、こういうスタジアムとかに貼ったりとか、いろいろカスタマイズできる要素があるのは面白いなと思いましたね。まあ、そのうちね景品としてラッシュが出るかもしれないしね。そうですね、かもしれないですね。最近ああいう細かいパーツの一般販売って難しいんじゃないかっていう印象があって、まあその他のホビーの時とかも、まあ、特定のものは販売するけど特定の細かいパーツは販売できないよみたいな風潮があったので、まあビットの一般販売って難しいんだろうなって思ってましたが、まあレアベイゲットバトルという、まあ、ちょっと回りくどいよって思う人もいるかもしれませんが、そういうルートを返すことでできるってなるなら、本当に欲しいって思ってる人にとってはそうじゃないんだよなって思っちゃうかもしれませんが、入手先ができるっていう意味では、まあ、プラスかなと思いました。ということで、コバルトドラグーンランダムブースターボリューム4が気になった方は買って遊んでみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。